超髪質改善カラーのレシピと裏技を紹介したいと思います。こちらはビフォアの状態になります。あらかじめリタッチカラーを席でマテリアのピンクの8番とスローカラーの CN の08番のグレーカラーですね、こちらの方をリタッチしてシャンプー台に行きます。シャンプー台でモモンガオイル還元剤をアプリケーターでつけてしっかりこのように揉み込んでいきます。これは流さずにその上からピンクスパイダーの原液をよく振った状態でつけていきます。こちらもアプリケーターでこのように塗布をしていきます。しっかりこちらも揉み込んでください。このような感じですね。軽くコーミングをしてください。流さずにこちらのカラーのレシピ通りのこのカラーをしていきます。こちらはカラーミューズを使っているのですが、他の塩基性カラーで検証しているのですが、結構色がバランス崩したりとかですね、結構難しくて、資生堂のカラーミューズは唯一バランスを崩さない状態で使えるので、こちらを僕は検証結果の状況で使っております。全体にシャンプー台塗布していきます。こちらは根元の上もかぶせて大丈夫です。はい、染めた感じはこんな感じですね。しっかりお席でコーミングしながら全体なじませていきます。で、通常通りカラーの放置タイムを置きます。シャンプーし終わりましたら、シャンプー終わった後で、今度はモモンガトリートメントをつけていきます。こちらはできれば熱湯で割った方が全然効果が違うので、熱湯で使った方がいいです。タオルで全体に循環をさせていきます。少し色が薄くなる時もあるんですが、そういう場合は色を濃いめに作っていただいた方がいいと思います。タオルを使いながらしっかりこのようにしごかせて、つけていきます。モモンガトリートメントをしっかり流しましたら、ピンクスパイダーを原液をアプリケーターでつけていきます。こちらも多少ですね、ハイトの場合色が少し取れてしまう可能性があるので、気をつけてください。これもタオルで全体になじませていきます。水をつけることによって高分子化していきます。このような感じでツルッとなりますね。少量のリンスをつけることによって、作業がしやすくなるので、少量のリンスをつけてください。で、しっかり、これは流して、ここポイントですね。しっかり流します。頭皮についているものから全部流していきます。はい、しっかり、お湯をためて流していって、流さないトリートメント、ムササビクリアコートを全体につけます。これは流さないトリートメントですね。これをつけていきます。で、コーミングをして終わりですね。すごい簡単です。これだけで髪質がガラッと変わりますので、乾かしていきます。ドライをして、これはダイソン2台使ってるんですけれども、時間が結構かかっちゃうので、やっぱカットカラー2時間でやるとなると、ちょっと乾かす時間がもったいないので、時短をしてます。髪質改善のアイロン方法なんですが、ツインブラシが後で来るような感じで、やった方がいいんですね。これ通常の縮毛矯正みたいにやってしまうとあまり良くなくてですね、ブラシ、温めたものをブラシで整えるような、そういう順番でやった方が髪質改善の、縮毛矯正もそうなんですけど、このようにやる方が絶対効果的です。これも検証結果からそうしております。アイロン入れた後からツインブラシが追ってくるみたいな感じですね。上下することによって毛髪内部の水分が飛んでキャストできます。フィンガーコーム、こういうのを使うと結構時短になるので、いちいちリンゴゴムで取らなくていいのでかなり便利です。縮毛矯正とかでもかなり使えます。で、僕の場合は髪質改善してからカットしていくんですけれども、がっつり切る場合は先にカットしてからカラーしてっていう感じでやっていくんですが、今回はアフターでカットです。ショーバルタンというベースカット用の R シーザーを使ってます。
はい、これはね R2 セニングといって、これセニングなんですがベースカット用のものなんですね。そぎでは使いません。ベースカットで使うセニングですね。ラインをぼかしながら切りたいのでこのような感じを使ってます。はい、この辺はあのサイドチェンジっていうカットの技法を使ってますね。オリジナル技法なんですけれども、ハイレイヤーだったり、そういう時にレイヤーをつなげる時に使いますね。これは枝毛カット用のダイバルタンという7インチのシザーです。こちらも特殊加工で、僕は考案した考えたあのシザーになるので他に同じものないです。7インチなので結構ロングなので、使いやすいですね。枝毛カットとかトリートメントカットとかで使いますね。で、あの R なんで、反ってる面をですね、持ち替えたりとか、メガネなんで持ち替えれるのでメガネで持ち替えて、使ってきます。こういう風に、コンベックスをイメージしながら枝毛カットしていきますね。やはりあの紙質改善だけじゃ無理な部分があるんで、カットで、やっぱその辺はね紙質改善の部分をよりよく見えるようにしてます。これはあの T4 セニングって言って 8% で両刃のセニングなんですね。なんでラインが出ないんですよ、両刃なんで。はい、かなり使えます。で最後ね、冷風を当ててください。ピンクスパイダーは冷風を当てることによって、固まるんで最後に冷風を当てることがポイントです。まあこのような感じで簡単に終わりました。これアフターですね。動画でもわかると思うんですけど、ちょっと一本一本がしっかりした感じ、それからしっとりしながらサラサラの感じですね。これはですね、検証もしっかりしてるんですけど、時間経っても結構あの継続してくれるんですね。その場限りじゃないんですよ。その辺がポイントかと思います。